むっちゃんさんこんばんは。のりさんハロー。フラペチーノさんやっほー。ちょうちゃんさんこんばんは。のぶさんこんばんは。あきさとうさんこんばんは。あいんさんこんばんは。しーちゃんルームからお邪魔します。しーちゃん、しみさらかな、しみさらかな。ありがとうございます。今日は髪の毛とかさ何もできてなくてごめんなさい。もし今日夜配信本当の8時とかぐらいにもできたらいいなと思うんですけど。待って、なんかさゆらめっちゃ今日顔なんか N164 さんこんばんは。まるひろさんこんばんは。すんすんさんこんばんは。まつつさんこんばんは。こふくさんこんばんは。きよにいさんこんばんは。さあちゃんがイケアのこと一軒家だって。え、どういうことどういうこと？あ、一軒家ってこと？安部さんこんばんは。クロちゃんさんこんばんは。 MJ さんこんばんは。もう眠たいですって。ゆらもね、あれよ、寝てました。夕方妹に喋りかけたいと思います。ねえ、ゴムない？髪の毛のゴム、ちょっと見て、そこらへん見て、ちょっと髪の毛をくくりたい。こんばんは。エイコンさんこんばんは。そう、ずっと家にいる、ずっと家にいるんです。うん、ないって言われた。髪の毛のゴムないって言われた。なんか今日なんかこれ見て、ちょっともう伸びたんですよ。だからくくりたいんですけど、ないって言われた。なんか最近さ、前髪なしにめっちゃ憧れるんですけど、でもなんか似合う気がせんけん勇気がない。マスオさんこんばんは。N164さん50カウントありがとうございます。そう、います。同じ部屋に今。そう、ソロカラオケ再放送決まったみたいなので、皆さんぜひ見てください。そう、今日のパジャマは青です。なんかこのなんていう、これ花なんじゃだっけ、これ、この花がめっちゃ可愛くて好きなんですよね。そう、皆さん再放送も見てください。みそびれたみたいな方とか、みそびれたっていうかなみそびれたっていう方とか、ぜひ見てください。ね、くくりたいな。ちょっと本当にこうしたい今日は。多分あるけど取りに行くのがめんどくさい。え、違う、ちゃんとちょっと歩いてくれました。あ、デイジーっていうあれか、花の、
あ、ありがとうございます。そう、これなんていうあれだったっけと思って、嬉しい、ありがとうございます。前髪なしだとそう大人っぽくなるしさ、なんか前髪なしにしたいんですけど、なんか似合うかどうか分からんから、そう不安だからね、ちょっとできてないんですけど、やりたいんですけど本当は。今日はちょっと15分経過したらこの今の配信は終わるんですけど、もし夜もしできたらやりたいと思います。ちょっと15分だったら短いから、まだ配信したいので、ちょっと待って、マジで伸びた、ゆら髪の毛 マジで伸びた髪の毛が、すごくない？え、伸びたよね、これ。伸びたよね。本当に伸びたと思うよ。むちゃさん、ご自由研ありがとうございます。再放送で MC チェック。え、でもゆら、MC 喋ってないですよ、ゆら、多分。え、何の MC？ 曲の時の？あのやちゃんに当てて、やっぱり。え、嬉しい。ありがとうございます、ヒロさん。もっといっぱいニコ生配信やってほしい。ニコ生配信。前、あれで、あれ、え、あれ違ったっけ？なんだっけ？今、喉が鳴った。クロちゃんさん、50カウントありがとうございます。ね、可愛いですよね。デイジー柄？っていうのかな？わからんけど。はい、好きです。マスオさん、50カウントありがとうございます。なんか最近ね、全然なんかメイクしてない気がする。まあいいんだけど。デイジー育ててますよ。いいな。ユラもなんかあれです、結構前だけど道端で見てそれも可愛いと思って写真撮ったんですよ。なかなか伸びないな、前髪想像つかないからやってみ。そう、なんか、でも今日はね、ちょっとね、無理かもしんけど。4分間でいいメールだった。えー、嬉しい。そう、もうめっちゃ急いで頑張った。そう、もうなんか時間過ぎてもう無理かなって思ったんですけど、ギリギリ行きました。なんか時間過ぎるかなと思ったけど、ギリギリ行けた。むちゃさん、タコありがとうございます。タコと池田ちゃんの歌声聞けるのかな。え、嬉しい、皆さん聞いてください。4月25日カラオケ再放送見ます。お、ありがとうございます。デイジー、そう、いいなぁ、ユラも育ててみたい。島次郎さん、こんばんは。スケモンさん、バラ、ありがとうございます。そういえば、ゆうちゃんの新しい歌。え、本当ですか？嬉しい。皆さん、ゲットしてくださいましたか？ユラの、あれです、ハートのうちは。ゲットしてくださいましたか？どうですか？どうですか？どうですか？うちをゲットしてくださった方。むちゃさん、かわいい、ありがとうございます。まじろさんも、今日もかわいいって、ありがとうございます。声もアクションもなくて、今日は2ヶ月ぶりに眉毛整え。おお。ゆら、なんか、眉毛を整えずに、自分の眉毛の上から眉毛を描いた方がいいんじゃないか説が最近出て、だから、そっか。
あの眉毛を整えてないです。なべちゃんさんこんばんは。七並べ、何時だろう、わかんない。お、うちはゲット済み、ありがとうございます。近くに売ってない。あ、あの多分ホームページから多分買うんですよね、あれ。なんかユラもなんかショップにしかないのかなって思ったんですけど、あのあれ見たらあったんですよ、ホームページにで見たら。うん、あ、そっか、生写真は誰が入ってるか分かんないのか。秋葉原ショップ、あ、そうなんですね。へえ。ユラもね、自分のうちは欲しいけど、全然持ってない。欲しいけど。可愛かった、でもあれ見たら、水色でめっちゃ可愛かった、ハートのやつ。なんかマジで髪の毛伸びたなって思うけど、すごいね。うん、まあボサボサだからね。なんか今日はストレートが余計目立つ。なんかユラ、なんか STU に入る前に髪の毛を伸ばそうと思ってたんですよ。そう、髪の毛を伸ばそうと思ってて、だけどあのね、それで髪の毛を伸ばそうと思って、でストレートにしようとしたんですよね。そう、ストレートにしようとしたんですよ。ストレートのロングにしようとしたんですけど、なんか結局切っちゃって、 STU に入るときにやっぱ切ろうと思って。でそしたらなんかユラはこうくるんってやりたいのに、やっぱりなんか宿毛矯正みたいなのをかけたのかな、あの時多分。それでね、ちょっとね、もうね、ほら見て、今日やばくない？なんかもう髪の毛本当に何もしてないから、ちょっとやばいんですけど。そう、なんかだからやっぱね、気分って変わるもんだなって。だから結構ストレートなんですよ。つくしさんこんばんは。しまじろうさん、花束ありがとうございます。めっちゃ泣くんだけど。いろ、何分から始めたんだろう。この配信は15分でちょっととりあえず終わるんですけど、はい。怒ってるの？なんで？ワンワンって、あ、ちょっとね、今日はよく泣く。もがね、ロングなった時の親父、本当ですか？ゆずちゃさんこんばんは。はい、それではちょっとこの配信は
一回終わりたいと思います。はい、ということでありがとうございました。じゃあね、バイバーイバイバーイ。あー違った違った、ランキング読んでなかった、間違えた。ランキング読みます。13位あきおさん、12位天ぷらさん、11位どんたこさん、10位グリオティーヌさん、9位ちょうちゃんさん、8位 N164 さん、7位みわさん、6位しまじろうさん、5位あいんさん、4位ますおさん、3位むっちゃんさん、2位のりさん、そして1位はドルルルルッドン、すんすんさん、ありがとうございます。イエーイ。ということで終わりたいと思います。ではまた夜も配信するかもしれないから、はい、ということでありがとうございましたバイバーイバイバーイ。